皆さんこんにちは。毎週金曜日更新、ダブルライズチャンネル、配信の陣、司会のバーリー・トゥートゥです。本日のゲスト解説を務めさせていただきます、百戦無敗の男、ターちゃんです。今日のスペシャルゲスト、本日スプラッシュ刑事ボリューム8を戦ってきた高田和之さんです。いやー、本日も熱い試合ばかりでしたね。ですね。特にダブルライズの、両名の選手の活躍は本当に素晴らしかったと思います。ちょっと他の参加者がちょっとこうね、なんかちょっと引き立て役になっちゃうような、そういう試合でしたね。そうですね、そう言わざるを得ないというのが正直なところです。それでは本日の試合の感想を高田和之さんにお聞きしたいと思います。今日の試合どうでした？不完全燃焼でもうちょっと燃えたぎりたかったですね。いや、私の目から見たら本当に言うことのない完璧な試合運びだったと思うんですが、もしも高田選手ご自身から見た反省点などがありましたらお聞きしたいんですが。全て、イメージ通りで負も感もなくできました。全て完璧とおっしゃいましたけど、反省点は何もなかったんでしょうか？完璧すぎて材料が何一つ見当たらなかったですね。それは対戦相手が弱すぎたということでしょうか、それともスプラッシュ刑事全体のレベルが下がったということをおっしゃりたいんですか？それはあえて僕の口からは言えませんけど、タチア先生の言うことの意味は汲み取りまして。はい。とはいえ高田選手、今日がデビュー戦だったわけですよね。そうですね、私がいただいた資料によりますと、高田選手ベースが柔道だということで、ただなぜこのデビュー戦であんなにも MMA に適応できていたのか、何か理由があるのはそれをお伺いしたいんですが。素質、その辺のゴミにしは理解しがたいことかと思いますが、恐縮です。それでは高田選手の試合を VTR でお届けしたいと思います。お願いします。はい。相手と同じ頭で。
プレスかけていいよ、プレスかけていいよ。よし、右行っとく、右行っとく、左行っとく。あっぱいいね、今試合をご覧いただきましたが、タイチャーさんから見て今の試合どう思いました？そうですね、まずは誰が見ても分かる通りの不可解なレフェリーストップ、相手選手から話との主張がありましたが、どう見ても話は出てなかったんですよ。まあ、出ていたように見えたのは、あれはおそらく鼻水なんですね。で、高田選手が有利に進めていたタイミングでのレフェリーストップ、これは遺恨を残すと思います。今タイチャーさんがこういうふうに試合を解説したんですが、まあ、高田選手どう思われますか？言い訳じゃないんですけど、もともと生まれつき鼻水が赤い体質を持ってまして、で、まあ、赤い鼻水が出た時に審判さんに、まあ、赤い鼻水と言ったんですけど、まあ、それは認められなくて、言い訳じゃないんですよ。ただ赤い鼻水が出ただけなんです。言い訳じゃないんですよ。言い訳じゃないんですよ。あの、鼻水が赤いのは生まれつき持った遺伝子で、それって人種差別じゃないんですかね？もう一度言いますけど、言い訳じゃないんですよ。あくまでも鼻血に見えたものは高田選手の鼻水であり、赤いのは体質だったと。これは確かに仕方のないことであり、これを責めるというのはちょっといかがなものかと思います。そういった点を総括的に考えてみますと、本日の試合は高田選手の勝利だったのではないかと私はそう思います。いかがでしょうか？そうですね、確かにそのように考えますと、まあ、ちょっと今回の大会はちょっと忖度が働いていたんじゃないかなっていう言わざるを得ない大会でしたね。はい、というわけで本日のゲスト選手、高田和之選手でした。どうかこれからも忖度に負けずに頑張っていただきたいと思います。忖度に負けずに赤い花火を流して